おはようございます。今日は2日目、ガズ旅2日目の朝、これから日の出があるということで、この海にやってきた。これからあとね、3分後ぐらいに日が上がるらしいです。こっちからやっぱり前回じゃなくて昨日の間違えた方のホテルだとこんな感じの景色はなかったから、こっちでよかった。いやー、すごい海外みたい。行かなくてもここにあるぞ、いろんなとこにな。そして今ガズさんがラジオを撮っています。あ、我が家のジムに、ほらこんな感じの、こんな素敵な感じになってます。いい天気で、すごいですよ。ほら、さんほら、そしてガズさんがお互い撮ってる状態。ガズラジ撮ってます。はーい、はーい、ね、ガズラジとガズサメの収録をしてるからすごいね。うん、そう、まあちょっと皆さんにこの朝日をさ、こんな感じで、一緒に拝めればなと思って、日の出の時間を調べたらさ、38分だね。そう、6時38分ってことだったんだけど、もうね、6時40分なんで、まだ日が出てこない。インターネットという感じで、今日もスタート。おー、わー、朝日が出てきた。ご来光、拝みましょう。すごい。おはようございます、皆さん。おはようございます。すごいよ、この映像は。今ね、隣でガズさんがラジオを撮りながら話をしているので。あー、すごい。もうめちゃめちゃ来たね。すごい。これはやっぱりこのホテルになってよかった。本当よかった。だからね、今回ね、なんか思い通りに行かないで、結果思い通りに行ってたより、こういう時ってついカメラの画面を見ちゃうんだけど、だから、ね、私はここに手を固定しながらちゃんと肉眼で見ております。心のシャッターに焼き付けとけ。なんかね、そっちの方がいいです。あー、綺麗。うわー、すごい朝。あー、ということで、このね、あのほら、コインが映ってるの、あのジムニーは我が家のジムニーちゃんですよ。うん、かわいいでしょ。うん、ちょうどいいところに車も止められて、あ、船が通ってすごいよね。いやいいですね。淡路島もいいところだよね。そうだね。うん、というわけで、まあ、ガズ旅今日で2日目か。はい、はい、今日も夫婦でセッションをこれから撮るぞ。夫婦でセッションを撮るぞ。今日も車の中でちょっと練習して撮ってまたアップロードしていこうかなというふうに思います。今朝のロビーでのまったりタイムでございます。すごいいいよね。うん、見てください、この素晴らしい、このね、ソファーがすごい座りやすいんだよね。海を目の前に。このホテルはですね、このコーヒーとかね、そこに自分で勝手に持って行っていいんですよ。そこにここになんかプチキッチンみたいなのがあってですね、これ同じ作りだね。うん、前泊まったショーカワイと泊まった、うん、あのフェアフィールドバイマリオットと全く一緒。こういうね、ちょっとしたコーナーが少しずつ違う。照明とかは違うんだけど、ソファーは全く一緒だとハニーさんが言ってます。うん、これテーブルも全く一緒だと。うん、もうこれがね、もうすごい印象的。ラグがね。ラグ、うん。椅子がいいんだよね、すごい。そう。前回ハニーさんがこの椅子どこの椅子ですかってあのスタッフに聞いたら、大塚家具の椅子だって言ってました。私が出ちゃう。大塚家具すごいですね。ということで、ちょっとこの淡路島のフェアフィールドバイマリオットの、ロビーでね、なんかこうまったりしてですね、今日も行ってきます。はい、そういうわけで今、ホテルを出発しまして、この旅のね、まあ、一番の目的というか、今治周辺に今車を走らせ始めたよということなんですけど、やっぱりこの景色がいいよね。そう、なんかもう天気もすごいしさ、海もさっきあっちのに海が見えるんだよ。海があっちに海が、ああ見えるかな。そうで、山もまあ山並みもさ、やっぱ長野県の山とは違うしね。そうだね、やっぱり植物が違う。そうだね、あの生えてる緑の植物が全然違うんですよね。だからなんかすごくこう異国情緒といいますか、なんていうか ね、 そうだね、はい、まあそんな感じでまたのんびり、今治の方に行って、これからまた、ガズ旅2日目の夫婦でセッション動画を撮ってという流れになると思いますけど、さあ2日目も今日も張り切って安全運転で行ってきまーす。
さあ皆さん、鳴門海峡大橋というやつをこれから渡る時がやってまいりました。おさあ 見えてきたよ。ここから四国に入るかな。そう、ここで鳴門がぐるぐるしてるんじゃないの。だから普段はそうだね。でもね、どっち側かにね、午前中はこっち側で鳴門がとか言って言ってたもんね。確か午前中は左側だよ。左側っていうかじゃあこっち側、こっち側なんだけど、でもなんか今日はあんまりなんか綺麗、穏やかかもね。でも見えないけど、あでもまださ、ほら橋そこだから。そっか、ここがなんかこのほら昨日勉強したから、これ昨日ね勉強したから、あの昨日の動画資料ができる見てきて、資料館じゃない。あでもなんか渦あるよ、ほら確かに渦あるよ。渦線がなんかわかるかな、わかるかな、水面がね。そう、あ見えなくなっちゃった本当で。あでもなんかみんなほら船が出てるから見てきてる今。そうなんじゃない、そうだ、ちょっとスピード緩めよう。でもちょっと分かりづらいな。あでもぐるぐる回ってるように見える。うん、回ってるように見える。本当はここのね、渦潮クルーズに来たかったんだけどな。そう、でもそれもまた、また次回という。すごいよ、星もね、いいですね。天気はいいのが見て、あっちも海の向こうの方。そう、すごいよ、素晴らしいな。いやー、こっから四国に。そうだ、こっからだから、つまり徳島徳島に入るってことね。いやでもこの橋は気持ちがいいね、うん、ビーチがすごい綺麗。いや海が本当大きいな。いや海は広い。でも本当はここ世界一番狭い海峡だっていうから狭まってる。そっか近くに入ります。はい、上陸は徳島県移った。ほら徳島県入ってきたよ。本当だ、徳島県。はい、あだから今夜だけは君を抱いていたい。あ明日の今頃は木馬汽車の中。はい、ここは、2日目の夫婦でセッションガズ旅コラボをした、ビーチというかすごい公園なんで、これまあわざと誰もいなそうな公園を選んだんですよ、 Google マップで。はい、ちょっと公園の名前をちょっとテロップにつけておきますけど、これ見てすごいよね、これ小杉さん。すごい、カモメがですねいっぱいいるの。カモメいっぱい、あっちの方にちょっとこれで見えるかな、ほらあっちにいっぱいいるんだね。あそこに、そこにもいるよ、ほら。あ本当だ、そうカモメがいっぱいいるので、ちょっとアップにしてみようか。どうやってやるんだこれか。ズームなるかな。なったなったなった。見えるかな。まあまあ見えなくても、まあ僕たちが見えてればいいか。はい。なんかだからここは本当だね、すごいね、あのなんか海苔、確か海苔か。そう、なんかあそこ奥の方になんかね、海苔の養殖かなんかのところがあると思うんだけど、ここがなんか干潟みたいになってんのね。なんか結構すごいとこだよこれは。こういうとこで夫婦でセッションしたんですよ。なんかいっぱい、なんか生物がいっぱいいそうな気配がある。この波のない、これだから引き潮だからかな。ここまで多分海水が来るのかもしれない、潮が満ちてきたら。すごい景色です。これも四国の一個のね。はい、手振ってください。ここだから愛媛県だよね、今治市の隣ぐらいにある、あの不思議な公園でした。夫婦でセッションの様子はちょっとだけ出しますね。ということで、今から今治タオルの方に行ってみようと思うよ。今治市の今治タオルを見学するのに待ち合わせをするために来ました。テクスポート、テクスポート、ここにほらあそこに今治タオルのマークがあって、ほらここもあそこも顔はめられるよ。あもうこうできついたわけですね。到着でございます。すごい、はい、ね、かっこいいね。のなんか、じゃあ行ってみましょう。お行ってみよう。いやほんと今治タオル の, この工場に行ってきて、かわいい、ほんとね、かわいいのめちゃめちゃかわいいの。なんかね、要はこういういろんなデザインがあるのは
そのいろんな60社ぐらいのね、こう会社がこういうデザインをね、いろいろ考えてるんだって。いやちょっとかわいい。後でだからゆっくり見よう。いやもうほら、あそこにもこうやって糸がね、あって。そのことだと、はい、今からご案内をしてくれるそうで、はい、お願いします先生。お願いします。よろしくお願いします。ダーンとってガズレレが今日の主役ですから、もうそのことで自由にできるんだ。ブルース、ジャズ、何でもできるよ。じゃあ行ってみようか。行ってみよう。すごい、よろしく。みんなここで撮ったりするのに、ね、ここがね、そうやっぱりすごいですよね。もう撮ってください。いやー、もうちゃっかりこれ撮っちゃったんだ。さっきほんと、はるばる、はるばるやってきた。そう、嬉しい。あ、見てください、僕も撮っちゃったんだ。ほんとだ、やるやん。ほんとだ。え、私もちょっとそれ撮りたい。撮りたいですよ。あ、じゃあ撮ってもらおうよ。はい、はい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 、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。撮ってもらいました。これがやっぱり印象的な、そう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 、このもんどころが見えるか。そうそう、これがついてると燃える、この燃えるのがこの人です。そうです。はい、なんでそもそも今治がタオルで有名になったんですか。水がいいから。あ、やっぱりそうなんだ。そうなんだ。さっきそう話してたんですよ。なんでだろうねって話になった。西条も本当に水がいい、水がいいから、うん、あの朝日ビール、うん、あ、そうなんですね。水自体してる。へぇ、すごく良かった。あ、水がいいから今はね、北に。いやいやいや、そんなことはないですよ。そういうことか、やっぱり、はい、やっぱりそれ予想してたんでしょうね。ね、そう。こちらがすごいラーボのワレです。かっこいい。ガッチャンガッチャン。オリキー。すごい。嬉しい。すごいよ。わー、おいしい。わー。すごい。これが出来上がってるんじゃないの。あ、そういうことか。違うのかな。こっちが出来上がりですよね。そうですね、下側が出来上がりですね。ちょっと簡単に説明してもらいます。これは何ですか。説明、今説明してくださるって。ね、はい、はい、こっちの正面の機械が現代の初期になってます。もう現代の機械。タオルは織物なので縦の糸ということが必要になります。はい、縦の糸ということ。縦の糸、この機械の後ろ側から来てます。上がちょっと見えてるのが縦の糸の表面の、はあ、ファイルになります。上が縦の糸、はい、丸く表面、分かんない、うんうんうん、分かんないところ。下側に今見えてない方、巻いてあるんですけど、はい、こっちが生地になる糸です。なるほど、こっちが上のあのループになる方で、で、下が生地になる方の、へえ。こちらにこの茶色の糸が今横の糸として入ってます。なるほど。縦が2の横1です。おー、3本なんだ。はい、なので上のあの糸なかったら平面の織り方。そういうことか。あ、なるほど、わかりました。はい、了解です。大丈夫。で、縦の糸がこの蛍光色の黄色とオレンジの紐の先のワイヤーに通ってます。うわー、すげー。この上の蛍光色の紐にこういったワイヤーなんですけど、ワイヤー真ん中にここですね、この穴にタオルになる縦の糸が1本ずつ通ります。じゃあこの色がついてるのはそれが、これは糸じゃないんだ。糸じゃなくてワイヤーなんだ。そうですね、蛍光色黄色とオレンジがあの上が緑色の機械の一部になってます。この糸の割には地味だなと思ってたの。そう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 、中に入ってるんだ。中ね、はい、すごい。そういうことね。そういうこと、ね、うん、昔の機械とかだと、うん、ああいう風に、ね、うんうん、木でね、糸が通ってるワイヤーの部分はああいう風に枠で動かされてるので、あ、こうですね、糸が通ってるこれだ、これだ、当時は、あー、ワイヤーがね、これを枠で動かしてるので、全部が表に出るか裏に出るかという単純な指示しか出せないんですけど、あっちの今見てもらってた正面の機械になると、はい、この上がり下がりっていうのが枠じゃなくて、この紐で行われてるので、1本ずつに指示が出せる。はー。なの
で細かく模様が作れる機械に。なるほど。ありがとうございました。はい、もう3秒でここだとまた違うんで、報告は何の話してるんですか。これ見て、これ合格品。合格品、すごい合格品。で5秒で沈むので、ね、それだけ吸収。先生もう一回こちらをいきます、はい、合格品いきます、はい、合格品いくよ。カチッ1、2、3、4秒で。本当だ、4秒で落ちる、ね、1個前やったやつは3秒で。そうですね、じゃあこっち行ってみます、はい、合格品。じゃあ1回リセットして不合格品いきます。用意スタート。カチッ。あ、全然落ちません。マジで落ちない。ありゃ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 。それだけ吸収性が。そういうことですか。そっか。あ、一番わかりやすいよね。はじゃ跳ねちゃうってことだ。あ、全然落ちない。落ちない。これは不合格ですね。これもここにあるもんね。だってこっちはだってさ、いまだにあるもん。不合格はまだ動いてない。あ、こっちが一番全く沈まない。ね、そういうことですよね。いまだにここにあるもん。ということで、やっぱり合格品はすごい、そんだけすごいんだよ。吸収性が早い。で、これは触った感じのイメージですか。そのそうですね、畳んである方が触ってみてもらった感じなんです、うん、あ、合格品と、あ、ダメなのと、簡単に。あ、オレンジね。あ、わかる。なんかわかる。違う。これ全然吸わねえんだよね、こういうやつは。違う。汗、ね、なるほど。へえ、面白い。このシリーズにしようか。めっちゃ悩む。これも可愛いな。あー、どうしよう。ちょっと待って、本気になっちゃう。じゃあ今日のホテル中見てみましょう。綺麗だね。すごい綺麗。今日は部屋は515。ああ、まあいいじゃないですか。綺麗、綺麗です。綺麗でございます。ツイン、ツイン、いいね。よいしょ。お、なんか曲が流れ始めた。ね、なんだ、テレビか。あ、テレビか。まあまあ本当にあのコンパクトながらも清潔感たっぷりで、うん、あら、いい部屋だ。いいね。いい感じ。かわいい。今日はこんな部屋にステイしますよ、はい、さあ今日はですね、さっきあのお友達になった塩見さんというあの今治タオルのところを紹介してくれた方の、お紹介でこの今治焼き鳥の店に来たんですけども、住宅地にある、もうすごいマニアックの店。そう、ちょっと入ってみましょう。じゃあ、はい、はい、そういうわけで、なんていう焼き鳥屋さんですか。鳥立つさん。そう、ということで今治焼き鳥って聞いたことなかったから ね、ちょっとすごい楽しみでやるんですけど、今日はあの今日出会ったあの楽しい仲間様たちと乾杯したいと思います。はい、どうも。乾杯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 。イエイイエイ。あ、まずキャベツがあって、キャベツがあって、なんかこれタレが美味しいですね。美味しい、うん、うん、これごぼうの唐揚げ美味しい。ごぼうの唐揚げと、と、好き好きで鶏皮が登場しました。これはね、今回はね、香りがもうやばい。おすすめというか、もうメニューで辛子、唐辛子を付けて、うまいね。ご飯の方が楽しいらしいです。肝、はい、いただきます。すごい、皮はやばそう。タレで食べる感じなんですね。香り、辛いだめ。いや、かけない、これはちょっと。かけない。画面これは、これは、香りいいよね。あ、本当だね。あ、やばい。美味しいですか。これね、あの、皮だと思って、油のギトギトだと思ったら、全然、パリッパリ。パリッパリ。パリジェンヌ。パリジェンヌ。パリジェンヌ。うまい。この皮もですね、うん、裏話。うま、今治の人はせっかちな人が多くて、さっきそうそう、なんか、うん、聞きました。普通鶏の皮ってプリプリっとした炭火、うん、で焼いてプリプリとしたのが多いんですけど、うん、今治の人がもう何でも影響早出して最初に言って、なるほど、で言ってパンでガーッと焼き上げて、まあとりあえずこれでも食っとけっていうのが始まり、だから僕押してるから油があんまない。そうそうなんです。でカリカリです。油が切れてていい。そう、いただきます。本当だ、おいしい、おいしい。今まで来ていただいたらこの焼き鳥を食べてもらえる、この鶏皮を。全然変わらない。で、何？洗濯機。この人は美味しそう。静岡生まれですよ。すごいの来た。レンコン。やばいですね、それは。今まで結構有名なんですよね。今まではレンコンが有名だそうです。ピーマンの肉詰め。わー。
うまいね、ちょっとね、美味しそう。あとで、すげえたこ焼きを、ガッツも注文しました。そうね、カリカリ、はい、すごい、じゃこ天登場で、そば飯。このソースの香りがいいね、うん、そうだな。やっぱ鉄板がいいっていうのは、その動線の、そういうことか。そうだね、だから鉄板の、ね、鉄板ね、はい、